ロシアのマリア・プティルスカヤ。今大会女子シングルシルバーメダリストです。そして今年のヨーロッパチャンピオンでもあります。とても美人系ですよね。髪も綺麗でスタイルも良くて、そしてトリプルもどんどんと飛んで羨ましいですね。そして26歳という年齢、まあ、フィギュアの世界ではもう大ベテランと言わざるを得ません。しかしその表現力はますますこう磨きがかかっているなという感じでありましょうかね。そうですね。ロングヘアをショートにしてますますなんか濡れるっていうんでしょうか、銀盤のなんかちょっと普通よりも違うものを持ってますよね。はい、やはりこのぐらいの選手になると、まあ、銀盤に現れて音楽がかかった途端にもう自分のステージを作り上げてしまうんでしょうね。そうでしょうね。このポジションなんて本当素敵ですよね。演技では珍しく転倒してしまうシーンなんかもあったんですが、持ち前の表現力でプレゼンテーション高い採点を受けました。プティルスカヤです。ちょっとお伺いしました。本来であるフィギュアスケートの素晴らしさっていうんでしょうか、はい、ジャンプだけではないっていうことを本当に綺麗に表してくれますよね。そうですね。どうしても今はこうジャンプね、前世といったらちょっと語弊があるかもしれませんが、どうしてもそこにこう、まあ、ジャッジをする人の目が行くことも確かですよね。そうですね。女子シングル銀メダル、ロシアのマリア・ブティリスカヤでした。